はいどうもー。じゃあ今回もテイスリーやっていこう。テレンスリーよいしょ。ほんでね、このキャラゲットしてちょっとやってた。今まだレベル3なんだけどさ、このキャラすごい近距離が強いのよ。だからあの拠点じゃなくて、このクリスタル戦がね、結構ね活躍できるんだよね。レベル低くても、もう相手と戦うんじゃなくて、クリスタルのところに一直線に行ってクリスタルをバゴンバゴン打つっていうやり方ね。ほいじゃあちょっとやってみようかな。いきまーす。あ、ちょっと待って。覗き見機のシャケちゃん。これね、シャケちゃんね、YouTube 見てフレンド申請来てくれた。クマちゃんやってるな。あ、クマちゃん。まあいいね。スーちゃんはやってないね。スーちゃんやってるとなんか覗きたくなっちゃうんだよね。よし、じゃあクリスタルさん行ってみよう。さあ、どうかな。このキャラは近距離。ほんで、これ多分2対2だね。2対2の戦いかな。ボットが1体ずついるんじゃないかな。ちょっとスタート時確認してみようか。どうかな。しょっぱな動かない人1人いるかな。そうだね、2対2だね。それでこの下のさ、地面あるじゃない。地面ピコンピコン光ってんの。これね、エリアのね、中心部分を多分ね、あ、あ、いて、やべ。死んじゃいかも。これ、近距離1700。レベル3でこの、あれだよ。ちょっと待って。あ、危ない。やべ、みんな俺を狙ってきてんの。いたー。ちょっとは減らしたな。で、味方の人が防御に回るか、攻めに回るかで、変わってきちゃうんだよね。あ、そうそう。ほんでこれさ、このゲームってさ、ジャンプ打ち上手い人いるんだけどさ、それもちょっと、あ、ブシャブシャーって逃げちゃう。あ、いて。98勝。あ、向こうの方が。でも、威力高いから、頑張れば先に破壊できるんだよ。いや、やられた。さあ、この味方の人が守りに行ってんのかな。守りっぽいね。守りか。まだいいんだけど、あのダメージがさ、いや、どうかな。うわー、やられた。こっちは警戒されてるな。これ破壊倍率が上がったら一気に攻めないとダメよね。味方が完全に守ってくれればいいんだけど。どうかな。うわー、これ間に合わないかな。29% でしょ。これ逆転勝負。味方の人が、あー、やべ、やられた。味方の人今攻撃してほしいんだよな。あ、一応来てる。あ、 9% おし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 。これ先にクリスタルたどり着いたチームが勝ちじゃない。これ勝ったんじゃないかな。おし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 ね。近距離めっちゃ強いでしょ、これ。レベル3でこれだからね。いいね。よしよしよし。だからクリスタル戦はね、これ鍛えたら相当強いよ。一人でバッコンバッコンできるからね。OK。そうそう、それでクリスタル戦でさ、もう一ステージあんのよ。そこが宇宙船みたいなステージで、マップがね、迷子になるような感じなんだけど、あの下のさ、地面についてる赤い線をたどれば中心に行けんのね。ほんで、中心に行って、敵サイドだから奥側の、ジャンプ台があるんだけど、ジャンプ台をジャンプすれば、敵のクリスタルにたどり着けるんだ。ちょっとそれのね、動画も上げたいんだけどね、なかなかその宇宙ステージの時にタイミングが合わないんだよな。これ、お尻色っぽいね、これね。うん、いいお尻。
そうそう。ほんで、あとね、一つこのジャンプさ、あ、ちょっと待ってね。練習モード行ってみよう。ほんで、ジャンプ打ちがすごい上手い人がいるんだけど、これさ、これスマホゲームさ、親指2つでやってんのよ。右手と左手の。親指2本で、人差し指とか使ってないわけよ。だから、こう押しっぱなしだとこうジャンプするんだけど、これで照準合わせられるんだけど、これ斜めに飛ぶことできないんだよね。ね？離しちゃうから。これを離しちゃうから、真上にしかジャンプできないの。けど、そうじゃなくて、こう、斜めに飛びながら、こうやって標準も合わせてる人がいるんだけど、それ多分あれでしょう。コントローラーとか使ってんでしょ。コントローラーか、スマホにつける、何？ガジェットみたいので、L1、R1 ボタンみたいな感じで、人差し指もさ、使う感じでやってんじゃないかなと思うんだよね。じゃないとね、できないんだよ、その動きが。ほんで、このジャンプボタンを今左側に持ってきてるけど、もともとはさ、右側にあったのよ。ほんで、今度右側だとね、ちょっと待ってね。こういう動きができるんだけど、今度照準が動かせなくなっちゃうのよ。ほら。右親指で使ってるからさ、ジャンプボタンを押しちゃうとこれができないの。この左右振り向くのが。だから、ジャンプするだけ、逃げるだけになっちゃうんだよね。けど、斜めジャンプしながら、照準は敵に合わせてるっていう人は、多分人差し指使ってる人なんだよね。そうじゃないとね、無理。親指2つじゃね、多分無理よ、スマホゲームで。だからコントローラー使った方がはるかに有利なゲームだよね、これね。ガジェットとかね。人差し指を使うような感じで操作できるんなら、相当有利になると思うよ。じゃあ、これはもう練習ステージは、待ってね。練習ステージはもういいや。練習終了。そうなんだよね。斜めジャンプ打ちが、なんかピコンピコンカエルみたいにみんな飛んでるんだけどさ、あれできないとね、親指2つだけでやってる人は多分、その時点でもう不利だからね。まあ、しょうがないんだけど。ね、まあ、コントローラー、まあ、スマホゲームだからね、コントローラーつないでとか俺できないんだよな。ボタンの配置も覚えらんないしね。うん。そうそう。だジャンプ打ちしてる人は、多分、スマホゲームすごいやり慣れてる人だと思うんだよね。うん。そんな感じ。じゃあ、クリスタル戦の宇宙船みたいなステージが来たら、もう一回ちょっとやってみようかな、このキャラで。うん。うん。そうそう。じゃあ、今回は、このキャラの紹介と、一応ね、ジャンプ、斜めジャンプ、今、ぴょんぴょん跳ねながらみんな攻撃してるけど、で、それで照準をずらしながら自分は狙えるっていうね、やり方なんだけど、親指だけでやってるプレイヤーは、その動きができないっていう動画で。そうそう。それじゃあ、ご視聴ありがとうねー。